大丈夫か、ナオミ。うん、もう平気。お母さんにも心配かけっぱなしでいられないもんね。元気出してこうな。ありがとう。心配しないで。
お母さん、目が痛いの。薬、薬を打てっていつも言ってんだろうが。何度言えばわかんだよ。お母さん、違うの。痛い、目が。世話ばっかり焼かせやがって。あんたはいつも。違う、目、お母さん痛いの。ああ、目が何よ、見せてみな。していたのかしら。岸沼くん、なんだその荷物、山登りでもするみたいな。ああ、いや、ちょっとつか、お前いい加減その小学生みたいな呼びかけやめろ。いいけどよ、俺はちょっと今から出かけっから。そうそう、山登りだ。悪いけど今日は俺休みってことで頼むわ。くそ、まさか昨日あのまま気を失うとは不覚だった。後頭部打ったのは覚えてるが、目が覚めたら病院とか。何やってんだ俺は。また何か隠して。あ、
いつの勘の鋭さは半端ねえからな。ほとんどそれだけが取り柄みたいなもんだが、人の悩みとか喜ぶことをすぐに察知しやがる。なんだよ言えよ、水臭いな。ああそうだな。篠崎はサトシたちをもう巻き込みたくないって言ってたしな。だったら言えねえよ。アイコって女とっ捕まえて天神省にもう一度行く方法を探るなんてよ。天神省と関係あるのか？あ？その反応、やっぱりそうだな。なんでわかった？あ、そりゃさ、リュックからお札とかいろいろ見えてるしさ。あそこは崩壊したんじゃ。まさかまだあるのか。いや、俺らが脱出するとき見た通りだ。あのまま潰れてるだろうよ。だよな。まあどの道、もう幸子もいないあの空間にはおまじないも効かないし、行く方法もないけどな。ああ、俺は今からちょっと天神症のことで調べもんだ。別に危険なことはねえからよ。そうか、だったらいいんだけどさ。でも何か行動を起こすなら一人でするなよ。ナオミにも話す。こういうのは何も言われない方が辛いんだ。こんなもん聞くのか。知らねえよ。イワシの頭よりはマシだろ。よしき、たまに昔の人みたいなこと言うよな。せえな。でもな、今日はまず学校に連れてくぞ。あ？なんでだよ。だってお前、出席日数足りてないだろ。クオン先生が授業前に朝一で歩行って言ってたんだ。小テストで済むってさ。知らねえよ。ダブろうが何しようが、それどころじゃねえ。そんなにお前が優先するってことは、篠崎も関係あるのか？わっ！まあいいや、学校行って聞いてやる。行くぞ。リュックはとりあえず家の中に入れてっと。おい、サトシ待てて。わかった。いや、いいんだろ、分けよって。ちょ、だから手離せって。はいはい。サトシ君、岸沼君、おはよう。おはようございます。ああたった15分
の小テストで単位をつけてあげるんだから頑張ってよね、岸沼君。うん、様式には説明してあります。大事な用あんのに来てやったんだ。終わったら速攻帰るからな。えらいわ。じゃあ教室行きましょう。ここでいい。テスト持ってきてくれ。よしき、無茶言うなよ。マジでそれどころじゃねえんだよ。俺は行かなきゃならねえとこがあんだ。マニアを探し出さねと。篠崎が。レーグマニアって、もしかして丹羽愛子さんのことか。ああ、そうだよ。篠崎に何かあったのか。まさか本当に天神症。ああ。お前、なんでもっと早く言わないんだよ。お前が聞く耳持たなかったんだろうが、ズル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 引っ張りやがって。愛ちゃんがどうしたの？天神？な、いや、なんでも。ん？愛ちゃん？ 愛ちゃん？あれ、そういえば先生って、庭？名前の出た丹羽愛子は私の妹よ、愛ちゃん。先生、その愛子に会いたいんだけどよ。どこに行けば会えるんだ？この時間ならやっぱり学校かしらね。昨日の夜様子がおかしかったんだけど。先生、一緒に住んでるの？ええ。俺と篠崎に会った後か。様子がおかしかったって、どうおかしかったんだよ。他にはねえの？そうね、思い出してきたわ。何か小さな青い石を2個、大事そうに持っていたわ。それだ。あいつもう一組持ってやがったんだな。だがこれはチャンスだぜ。先生、愛子は今日も確かに学校に行ったのか？愛ちゃんなら昨日の夜、深刻な顔をしてお家を出て行って、朝まで帰ってこなかったわ。朝ごはんを作って待っていたんだけれど、全部私が食べちゃった。よしき！先にあの石を一人で使われちまったら、篠崎を追う手段がなくなっちまうじゃねえか。よしき、待てよ。先生ありがとう。よしきは後でまた連れてくるからさ。大変！